ちょっと前回に引き続いて初めての経験なんですが、ほろ酔い気分でラジオを、はい、やろうかなっていう。これがほろ酔いラジオだ、ほろ酔いラジオだっていうね。ワイキも全然酔ってない。ん、酔ってる。うん、まあこんなもんですよ。あ、酒はそんな弱くない。酒はね、結構強い方だね。顔出ないもんね。あ、ただね、うん、もうやばくなった時にはもう顔が一気に青くなるみたいな、うん赤通り越して青。そう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 、まずね周りが止めてくれるね、うん、あこいつはもうこれ以上飲ましたらまずいなっていうのが、うんうんうん、顔に出てくるみたいなんで、うん、僕はすぐ顔に出るんで、あのもう体中真っ赤になるんですよ。あお腹とかね。まあでもそういった意味だとそういうのがいいかもしれない、ね。うん、もうその時点でもう止められるんで全然平気なんですよ。平気なんですけど止められる、うん、まあだから得するっちゃ得する。まあね、うん、なのでちょっとお酒を早く抜くためにもですね、お互いにイロハスを飲みながら俺オレンジじゃない、みかん。俺みかん。僕リンゴですイロハス、リンゴは結構好きなんだけどさ、うん、イロハスに限って言えばみかんの方が美味しいと思うんだけどね。あ、いや最初なんか特にディスるわけじゃないんですけど、イロハスのそのみかんを飲んだ時になんか薄いなって思っちゃって、うん、あでその後にリンゴが出て、これ飲んだ時あうまいなって思って。逆なんだよね。あ、こっち薄い。イロハスのリンゴ飲んだ時中途半端だなと思っちゃった。あ、まあそうね、普通のリンゴジュースじゃないからね。もちろん。そうそうそう、分かってはいるんだけどみたいなところがあくまでミネラルウォーターだからね。そう、うん、これいつか桃出ないかなってちょっと期待はしてるんですけど、出ないですかね。桃ね、桃の天然水的な。天然水と被るからそれはしないんじゃない。ダメ。ヒューヒュー。え、ちょっと知らない CM 分かんない。ああ知らないから、うん、ぜひ見てください。まあそんな話は置いといてですね、ちょっと今話がいろんなところに右往左往してるんですが、今回のテーマもですねランダムで決めていこうかなと思います。ですね、今僕の携帯でですね、とあるサイトを調べてですね、あれですか、ちょっとですね、まああるあるネタというか、あるあるネタじゃないのこれは。あのですね、トークテーマのですねスロットっていうサイトを見つけましてですね、おお、これまた危険な香りのするサイトだね。そうですね、トークテーマ出題スロット、まあヤフーですぐ一発で出るんですが、ヤホーでね、ヤホーで、ヤホーで、友達同士カップルコンパ等で使ってみてくださいっていう感じで、これスタートをしてここでバーってこうスロットになる、こういう感じで、でストップでお題が出るみたいな。なるほど。でこれで適当にやっていこうかなと。なるほど。思います。なので、まあ、何個話せるか分かんないんですが、まあいろいろ話せたらと思います、はい、なので僕もトークテーマ分かりません。うん、うん、まあやばかったら違うテーマにすぐ移したいと思います。分かりました。うん、いきなり言いますか。じゃあワイドからいきましょう。どうぞ。スタップ。はい。てててお、てててお、ちょっといきなり行きました。着せずして、うん、結婚の条件、相手に求める条件ですねこれ。まあ一応確認ですが、お互い結婚はしてませんのであれですが、はい、どうですか結婚相手、もし結婚するのであれば相手に何を求めますかね。よくなんかこう周りの男子の友達からだと、なんか料理がうまい人がいいとかね、よく話を聞くんですけど、ワイ君はどうなんですか。料理はさ、正直さ、うん、自分の一人暮らしの経験からすると、うん、何とでもなるじゃない。うん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 。だから、それは置いといて、はい、うん、料理は置いとく。はい。他に条件は、何かありますか。条件はまあ、うん、偉そうなこと言っちゃうと2つかな。2つ、はい、1つ目。そう、1つはちゃんと察してくれるっていうところと、あ、そのね、うんうん、あとは、ね、まあ安心感、やっぱ結婚だからね。あ、彼女とは違うと。そう、安心感安定感っていうのをやっぱり、あ、求めたい。安心、まあそうね、仕事で疲れてこう家に帰ってきてお帰りって言った時のね。そうそうそう、そういった意味だと、うん、個
人的なイメージ、あんま共働きのイメージあんまないかもしれないね、もしかしたらね。自分が稼いでいくからうちのことなんとかしといてっていう、そういう、そういうなんか昔ながらじゃないですけど、うん、あんま今風じゃないかもしれない、自分の求めてる定時感覚的な、分かんない、実際にそういうことになったら、うん、まあ食べなるようにしかならないと思うんだよ、ね、まあ相手にもよりけりなところはあるかもしれないですけどね。ただそれ言ってるとね、キリがないからね。まあ条件としてはそんな感じ、条件というか理想かな。うん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 、いいんじゃないですかね。ミスさんいかがですか。僕ですか。僕はやっぱ料理は求めないですね、逆に。まあそうだよね、うん、まあ、苦手でも構わないですね、一緒に作ればいいかなって思っちゃいますね。そこでもやっぱこう、それ昔から思ってんだよね。なんかこう友達とかとそのさ、例えば彼女に求めるものとかっていう話になるわけじゃん、やっぱ友達だとね、うん、でそうすると、いや料理はできなきゃダメでしょみたいなこと言う人いますけど、別に良くないって思っちゃうんですよね。あ、僕あんま欲がないんで、いろんなものに対して、うん、うん、だから別にいいのかなと思っちゃいますし、まあもちろん最低限度の、ね、まあもちろんね、あれはあるかもしれないですけど、まあ、だと思うけどね、うん、言うほどなんかもう超豪華なフランス料理作れちゃいますぜ的な、それは求めない。そういうのは逆に緊張してしまうから、うん、多分下にも合わないと思うんで、それは困る逆に、うんうん、もう結婚の条件か、なんでしょうね。あ、ズバリ、あ、難しいところがありますよね。これさえあれば、これさえあれば結婚するぞという感じですよね。やっぱり趣味が合うかどうかですよね。ほう、うん、そこじゃないやっぱり趣味は、やっぱこういう、なんていうのかな、ゲーム関係もそうですし、ラジオとかそういうのが大好きなんで、そういうのが話が、まあ分かってくれるだけでもいいです、趣味をね。ああ、別に受け入れてくれるところは、ね、そう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 、こんなこの人そんな、うん、なんかこんな趣味あるんだけどマジ引くんだけどみたいな、そういうふうに見られちゃうと、うん、それが嫌ですね。まあでもそれはみんなそうだよね。ね、やっぱりね、その何ゲーム何みたいな。ああ、そうね、うん。それはね、まあ最近ゲームできてないんであれですけど、あんまりね。ああ、うん。やっぱそういうところを見た、お互いを認め合う、まあもちろん僕もそうですけど、認めなきゃいけない部分あると思うんですけど、そこなのかなと思いますね。まあそこがまず、まあそんなところですよね。自分の好きなことを認めてくれるっていうのが、まずは、さっきの、まあ、Y 君の安心感っていうところにもつながってくると思うんですけど、そうだね、うん、まあでもそれはね、うん、結婚生活に限らず人間関係みんなそうだよね。まあそうね。なので、まあ、もちろん顔とかね、そのプロポーションとかね、ああもちろんあるかもしれないですよ。もちろんそれは前提としてね、うん、あるかもしれないんですけど、ね、まあ、人それぞれの基準っていうのもありますからね。まあ、ありますからね。ドンキュッポンがいいとかね。そこはもう自分でも意識してないところは多分あると思うんで。うん。まあ、ただ結婚なんでね、なかなか難しいと思いますよ。ただ僕は心配性なんで、共働きはしたいですね。おお。うん。なるほど。したいなとは思いますよ。なるほどね。ワイ君みたいにこうガッポガッポ稼げる自信がないので。もう身を粉にして やるタイプだよね。粉骨最新。良くも悪くも。良くも悪くも。そこはまあ良くも悪くです。うん。はい。っていう感じですかね。まあ結婚なんてね、まだ分かんない。ね。どうかな。どうかな。はい。じゃあ次行きましょう。はい。次。じゃあ今度僕が行きます。ストップ。最近のマイブーム。あります?マイブーム。マイブーム?はい。うん。ありますよ。お、何ですか?ズバリ。はい。ちょっとマニアックではあるんだけど。はい。ゴジラですね。ゴジラ?あのドゥ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 、先週、はい、先々週、はい、から、うん、あのハリウッドでリメイクがされましてですね、うんうん、あ、知ってる。そうなんですよ、うん、見た。あれをそう、あれもちろんあの映画自体はすごい良かったんだけど、はいはい、うん、やっぱそれ以上にやっぱゴジラってね、こう小さい頃によく見てたんですよ。うん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 、それこそあの幼稚園児だったりとかね、はいはい、そういうもうほんと小さい頃からずっと見てた映画だったんで、うんうん、それを最近そうやってくれるようになって、昔のを見始めたりとか、うんうん、あとは池袋とかでもね、はい、なんか結構そういうなんかイベントとかやってたりするわけですよ。さすが都内ですね。そう、博物館みたいな、はあはあ、博物館じゃないな、なんその展覧会的なのがあったり、はあはあ、品川だからそんななんかとこにもあったかな、大阪でもやってるんだよね。等身大のゴジラがあったりとか。等身大、あ、まあ、等身ではない。でもね、そう、全国各地になんかそういうなんか
のがあったりするで、まあ、そういうのをなんか何 Facebook かなんかでこういうところで今こんなのやってますみたいなのを見て、あ、はいはいはい、まあ、楽しんだりとかね、はあ、まあ、実際にそういうの見て、あ、なんか久々に昔の映画見ようかなと思って見たりとかね、はあはあはあ、っていうところで、うん、まあなんつうの、童心に帰るじゃないですけど、うんうんうん、やっぱいいものはいいなっていうのは、ね、いくつになっても、まあ、そうですね、思うね、やはり、はい、なるほど。こちらがマイブーム。そうですね、マイブームか、なかなか難しいですね。マイブームか、なんかあるかな、マイブーム、マイブーム、マイブームか。やっぱりその童心に帰るじゃないですけど、昔のものになんか携われたくなりますね。その自分がその子供だった時の、うん、例えばこうアニメの曲だとか、特にポケモンとか最近聞くようになりましたね。なんかあれだよね、わざわざ YouTube で探したくなるよね。そう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 、そのメドレーとかを聞いて、うわ懐かしいなって、思うようになっていきましたね。そのゲームとかでも昔のそのリメイクのやつとかをやってみたりだとか、なので昔のそのことを思い出すっていうのが今の僕のマイブームかなと思います。それはね、正直ね、自分もそういうとこは、うん、まあもうさっきのゴジラの話もそうだけどさ、散々最近結構自分もポケモンポケモンって言ってるんだけど、うん、そういうとこもやっぱりあって、やっぱね、なんかあの頃の時代が良かったなっていう。そうで、なんかさ、このルビーサファイアのリメイクが出ちゃったりするじゃない、出ますね、はい、うん、十数年前のね、うん、ゲームがまた出るなんつったらちょっと嬉しくてたまんないよね、ときめいちゃうよね、やっぱり ね。ポケモンもそうなんですけど、僕見ましたか、あれデジモンがそうやるんだよね、アニメ復活するんですよ。そう、あれはね、なんかでも全体的になんかそういう流れには今なってるのかもしれないね。ああ、そのアニメ業界というかゲーム業界も含め、メディア的なところもさ、うんうん、なんていうの、ある程度ちょっとなんか、うん、頭打ちなところもあるんじゃない、新しいものを生み出していくっていうのはっていうところではなくって、今の子供だけじゃなくって、その昔、まあ、今の大人たち、どっちかというと、そう、大人を意識したものを作っていくようなサイクルに今入ってんのかなっていうような気はしなくもないかな、ね、あれね、なんかやっぱり新しいものを作るってさ、ある程度そう古いものを否定しなきゃいけないものが、はあはあはあ、ところがなんか良くも悪くもなんか見え隠れしちゃったりするからさ、おお、なんかすごい、え、どっかのなんか番組みたいになってますねっていうところからすると、なんか古きを知り、うん、新しきをうんぬんかんぬんっていう、うん、感じはある、感じは分かんない、メディアがそこまで考えてるのかと、考えてるから、そういうな、うん、あれなのかどうかは分かんないけど、うん、自分はそんな気はしてる。いやー、そのデジモンがね、ちょっと自分は楽しみでしょうがないんであれなんですけど、そうデジモンはね、そんなにね真面目に見てなかったから俺は。あ、そうなの。そう、たまにその日曜の朝だったよね、9時半、そうだよね、うん、なんかチラチラと見せたぐらいだったんで、あのポケモンとかそこら辺に比べるとそんなに思い入れはないんだけど。あ、そうなんだ。僕はもう毎朝ビデオに撮ってですね、あるよね、そういうのね、朝ですね、あの早く起きてしまってチャンネル回すとお邪魔女ドレミがやってて、そう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 、それをなんか僕は見たくないんですけど、まあ姉妹がいたんでそれ見てみたいな。そうだね、なんか覚えちゃうんだよね。覚えちゃう、ね、不思議とね。覚えちゃうんだよね。もうドッキリドッキリどんどん。覚えてますよ。ね。で、まあよくビデオに撮って見てましたよ、デジモンは。で、今度その来年やるやつは高校生。ほん。ね、八神太一高校生。高校1年生だったかな、忘れちゃったけど。ね、ぜひパートナーはアグモンで帰ってきてほしいなっていうのがありますんで。そういうの嬉しいよね。本当にね。だから。なんていうのかな、そういう昔のアニメとかゲームっていうのが、まあね、リメイクするっていうのはいいのかなって思います ね。なので、まあ、童心に帰るっていうのが僕の今のマイブームになってるのかなっていう感じはしますね。いつの間にか昔になっちゃってたんだみたいなとこはある、ね、そうね、もう気づいたらっていう、もうデジモンもあれもうね、15年前、あ、そう、そんななっちゃうって感じだ ね。なのでちょっとびっくりはしたんですがっていうところですね、まあ、お互い似てるっちゃ似てますね、マイブーム、はい、っていうところですね。さあ3つ目いきましょう。どんぐらいやるか分かりませんが、ティッ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 、うん、うん、ドキッとしたこと、はあ、ざっくりとくるね、うん、ドキッとしたこと、ドキッとしたことか、まあいろんなこう表現がありますけどね、例えばその本当にこう心臓がこう
ビュッてして驚いたことになるのか、それとも例えばこう恋愛関係でドキッとしたのかとかね。ドキッとしたことね、あります？ものすごいどうでもいいことがあった。はい、一昨日かな、一昨日、一昨日か3日前だか、うん、朝起きた、はい、家を出る、はい、つって、まあ、今一人暮らしでマンションに住んでるんですけど、はい、マンションのね、今いつもね駅に行くときは裏口から出るんですよ、マンションのね、はい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 、そうそうそう、裏口から出ていきます、はい、扉を開きます、はい、そしたらそこに、はい、なんか若い男、茶髪の男が寝てたんですよ。え、寝てたっていうのはその、まあ、入り口の前、入り口の前で、その外で、まあ、寝るっていうとね、布団に入って寝るとかっていうあの寝るですよね、うん、なのでそのコンクリートかどうか分かりませんけど寝てた。びっくりした。何にも引かないで、引かないで、うん、え半袖Tシャツで、半袖Tシャツにズボンで寝てた、うん。ちなみに寝相というかどんな格好で寝てたんですか？普通にね、うん、なんか何、両手組んで、はい、両手組んで、ああはいはい、腕組んで、ね、あ、違う違う、あ、違う違う、なんつうの、両手をこう握りしめてっていうの、なんかお祈りをするような、そう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 、あれを頭の下に敷いて、あ、ここ、あ、はい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 、じゃあ横にして寝てた、こう、そう、こんな感じ、そう、こんな感じですよ、皆さん、皆さんこんな感じです、ほう、ほう、ほう、そう、だからこう手を枕にしてみたいな、ああ。びっくりして一瞬なんか倒れてるのかと思ってた、この暑さでさ、うん、そうね、朝はっと思って、ね、夏ですからね、朝早かったからさ、うんうんうん、えっと思って、怖いね、はぁ、焦ったよね。でもちゃんとなんかパッと見息してるっぽかったし、自分もちょっと急いでたんで、ね、見た感じなんか、あ、これは大丈夫だなっていうのを、うん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 、直感で判断して、うん、行ってしまったんだけど、え、それでさ、まあお出かけから帰ってきてその人はいたんですか？いなかった。ああ、それはさすがにいなかったか。そうだから、つい今さっきまで忘れてたんだけどさ、そういえばそんなことありましたね。それはびっくりしますね。びっくりした。だからあれ本当になんかもう救急車から呼ばなきゃいけないのかと思ったんだけど、うん、なんか普通に救急車から、まあ、まあ大丈夫、まあ、大丈夫なんだな、大丈夫だかなっていう、これはなんかすごい気持ちよさそうに寝てるから、まあ、そう、まるであれだよ、道端でカビゴンが寝てるからあんな状態だったよ。そんなでかい人だったの？いや、別に普通になんか若い感じ、中肉中背みたいな、そう、いや、すごいっすね。そんな人俺見たことないね。びっくりした。ドキッとしたことか。そうですね、2つありますね。1つはそのさっき言った、なんていうのかな、本当に心臓がビグってなったんじゃなくて、まあドヒッとするような、おっていう感じで、まあ全然恋愛とかじゃないんですけど、あのですね、電車にこう乗ろうと思って駅のホームで待ってたんですよ、はい、はいはい、でこう、まあ一番前でこうあのホームで立って待ってたんですけど、で隣に女子高生が来たんですよ、うん、で別にその時僕は普通の格好してたんですよ、何にもこう特に変な格好じゃなかったんですけど、やけにこっちを見てくんですよ、うん、なんだろうなと思って、うん、結局何にもなかったんですけど、結局僕に何にもなかったんですよ、その顔に何かついてるとか服に何かついてるとかって何もなかったんですけど、あれはビビりましたね。俺な、いや怖いじゃん、ジロ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 見られたら。でもさ、電車の中とかでさ、うん、特になんか別に意識してるとか何の意図もないけど、うん、なんか妙に目が合っちゃったりとかするじゃない、うん、そうそうそう、向かいの人のさ、若い女の人だったり、うん、あとはおばさんだったり、うん、おじさんだったり、うん、ね、誰でも、うん、かんでもさ、はいはい、自分はそういうのがまあそういうもんかなっていう気がするね、うん、いかんせん一回目がたまたま合っちゃったりすると気になっちゃうんだよね。あの、なんだろうな、別になんかこう、うん、その人の何がどうしたとかそういうわけじゃないんだけど、単純にこの、うん、なんだろうね、この感じみたいな、なんだろう、そのおっさんとかだったら別に全然気にしないのね、うん、で女子高生だったから余計に、いや俺なんか悪いことしたかなとか思っちゃうわけよ、変な匂いしてないかなとかね、まあね、うん、俺なんか そこまで気持ち悪い顔してんのかなとか、あるいは俺かっこいいなと思われちゃってるのかな、それはねえけど、それはねえけど、そのだからそういった意味ではドキッとしましたね。あ、まあね、まあ、分かんないっていうのが一番怖い。そう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 、なので
まあ、結局何もなかったんでいいんですけど、うんね、それがまず一個と、もう一つはその、まあ、どうでもいいような話なんですけどね、あのですね、朝ですね、まあ、僕もお出かけをしようと思って外に出て、行ったんですけど、まあ、この時期なんでセミがいるじゃないですか、うん、で道端にゴロ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 転がってるんですよ、いっぱいセミの ね、 そうだね、まあ、残念な姿が、ね、で僕歩いてて、でまあいたんですよセミがね、うん、まあ、ひっくり返しになってたんで、あ、きっとこれはもうその2週間経って死んじゃったんだなと思って、うん、でこう近くを歩いたんですよ、そしたらジジジジジジジって、そうね、あれはビビるね、ってなって、あれはビビりますよ、あれはね、 G を見るよりびっくりしますからね、そうだね、と思って、特にある意味ビビるね、その虫とかが苦手とかじゃないんですけど、まあ、昔田舎に住んでてセミの抜け殻をこうひょいって掴んでたぐらいなんで僕は、うん、全然平気なんですけどびっくりするんですよね、それこそ心臓がビギャってなって、それはあるね、うん、っていうのと、あとはその同じ日ですよ、その同じ時に、まあ、それを見てびっくりして、うわびっくりしたと思いながらトコ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 歩いてったら、今度はなんか腕についたなと思ったらセミがくっついてました、あセミデーでしたね、あびっくりしました、それうわーと思って、そうだね、なんか手についたと思ったらセミ、こんぐらいの普通の大きさのセミがピシャッてくっついて、ピッてやってバーって飛んでいきましたけど、なのでまあ僕は2つ経験しましたね最近ですと、うん、いやドキッとしたことね、いやいやっていう感じですが、さあいきますよ次、うお、今買いたいものはありますか、今買いたいもの、これなんかもうちょっと危険なテーマが来るかなと思ったらなかなか来ないですね、なんか思った以上特にない、買いたいものない、お特にないです、あえて言うなら、はい、カメラ、カメラ、はあ、一眼レフ、あ、うん、お、そんな高くないやつ、はあ、はあはあはあ、入門編的な、へえ、最近はもう携帯あるからな、携帯で十分、そんないそんだから、だからまああえて言うならって感じじゃないね、ああなるほどね、はあ、うん、あとは 3DS の LL、 LL はあ、はい、腕時計、腕時計立派なのがあるじゃないですか、腕時計の自動巻きのやつかな、あーそのー、でもそんな言うほど自動巻きだとね時間ずれるからね、まあそうね、うん、まあ手動でもまあずれるっちゃずれるかもしれないけどね、時計なんで今がソーラー電波なんで、まあそうね、絶対ずれることがないってこと考えちゃうとちょっと手が出ないかなっていう、そんな漠然としたイメージ、うん、あ、うん、あった、あった、ゼルダ無双結局ゲーム界、あえて言うな、そんな、もうもうそれだ、それそれそれでそれでいいや、それ今日もですね、はい、まあ僕の家にマヤ君来て、まあ早速ですねゼルダ無双の PV は僕が見たんですけどね、あれはね絶対楽しいぜ、あれ面白そうですね、間違いなく楽しいぜ、ゼルダファンからするとやっぱあの海賊無双の時にも俺思ったんだけど、あれはやっぱ好きな人からするとすっげえ面白いんだろうな、そうだねって思うんですよ、ただいかんせん、まあ、ワンピースもそうなんですけど、まあ、そこまでゼルダも僕はね、うん、ハマれてない人間なんで、うん、ワンピースも途中でピッってなっちゃったんで、うん、あれなんですけど、あさっきも言ったけど、あのロード・オブ・ザ・リングっていう映画のゲームが昔 PS2 であって、はいはいはい、それも結構一気当選型なゲームだったんですよ、うんうん、まあ、あれをちょっと思い出しましたね、あれも結構そういうキャラゲーってほんと結構クソゲーが結構多いんですけど言っていいのかそんなことバッサリ言っちゃいますけど、でもあれはあ の,、うん、あのゲームは結構楽しかったね、こうなんていうのかな、一気にこう一度に多くの敵を投げ払うというか、うあれは、うん、そう楽しかったんで、爽快感がありますよね、そうそうそう、うん、そういう点からすると今回のは非常に楽しみだなっていうところ ね、まあ、ワイ君は Wii U 持ってるんで、はい、まあ、おそらく発売日に買うんでしょうね、そうですね、ね、まあ、時間があればの話ですけどね、ぜひ感想を教えてください、はい、まあ、僕は買いませんけどね、うん、まあ、まず本体から買わないとそうなんですよ、僕 Wii U 持ってないんで、これだからあれだから Wii 持ってないから、うん、そうです、 Wii 持ってないから Wii U をなんかそのままの流れで買えたっていうのもあるんでね、今 Wii U って結構安いの、わかんない、多分あんま買ってないと、あ、買ってないか、ダメだ買えに、うん、うん、ねえ、そっか、今欲しいものか、そうですね、今欲しいものか、なんか欲しいっていうか買いたいものか、車買いね、車、車ですか、だって車使う理由がないですもん、あ
特に。そうか。おう、そうか。いや、その車があったら便利だなと思うんですけど、まあ、まあ、免許持ってますけど、電車あるじゃん。うん。ってなっちゃうんですよ ね、まあ、ね。今結構どんどん路線増えてるからね。そう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 。ね、いろんなとこ行けますからね。なので車はそんなに高いしね、やっぱり、うん、うん、いろいろ大変だと思うんで、車は今全然もう候補に上がってないですね、はあ、今欲しいものか。すると、じゃあ何でしょう。僕はですね、まあ、さっきの 3DS LL の話を聞いて僕は笑っちゃいましたけど、似たような感じで結局ゲームかい。そう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 、お前もゲームかい、お前もゲームかい、所詮ゲームだろお前。いや、やっぱりいろんなソフトとか欲しいなと思うんですよね。例えば、まあ、買えるかどうか分かんないですけど、今度モンハンが出るんで、あ、欲しいなとは思うんですけど、ね、ただ全然やる時間がないんで、正直どうなのかなっていうところがありますよね。あとはそうだな、欲しいもの、欲しいものか、買いたいものか、買いたいものっていうと何があるかな。このマイクが新しく欲しいですね。マイク、あの、これももちろん今使ってるこのソニーのマイクもすげえいいんですけど、そのなんだ、もうちょっといいやつが欲しいの。あれは？ノートパソコン買わない？あ、それだ、ノーパソだ。じゃない？そうだな、マイクよりノーパソだな。そう、ノーパソだわ。その前々から言ってたよね。このノーパソもですね、ソニーなんですけど、ですね、もう何年だあれ。これ何？ビスタ。ビスタビスタ。ビスタか。何年経つんだ ?1,2,3,4,5,7 年ぐらい経つのかな ?7 年近くなるんですけど、だいぶガタが来てますね、これ。今ならもう8も出てるから、7安いかな。7モデルはもうちょっと安く買えるんじゃない？安いかな ?5,6 まで買えるかな。まあ、調べてないから分かんないけど、あ、でも俺が使ってる7なんかは、10万いかないぐらいで買えたと思う。いや、やっぱりですね、もう古いせいか重くなってしまってですね、まあそれはしょうがないよね。いろんなサイトをこう見るじゃないですか、重いんですよね、うん、ビスタはあんまり評判良いよくないもんね。っていうこと聞かなかった。ただ XP はね、今ちょっともう保証期間切れちゃってるんで、あれですけど、もう多分すぐ、そうだから8でもいいんじゃない？ 8 買っちゃいなよ。8はちょっときついかな。なので7にしたいなと思って、でこのパソコンも捨てるんじゃなくて取っといて、あくまでこっちはネット用で取っとこうかなって思ってて、その7を実況用で欲しいなって思ってるんですよ。そう、まあ、うん、でも多分気づけばネット用も7になってたっていう、そういう、まあ、可能性ありますよね。結局これで重くてみたいな。そう、ただね、最近こう、まあ、一人でももちろん実況やってるんで、その編集をねしようとするとこいつが勝手にシャットダウンするんですよ。あー、それはきついね。それが嫌で、なので、まあ、新しいのでやった方がいいかなと思うんですよ。まあネットって言っても今スマホあるからね。そうなんだよね。まあ難しいところであるんですが、そうね、今買いたいものってパソコンだ。そうだわ、なんで俺が嫌って言ってんだよ、うん、なんで俺が嫌って言ってんだよ。忘れちゃった。でもマイクは欲しいのは確かですよ。マイク欲しいの、まあまあ、まあね、うん、マイク欲しいなって思いますよ。じゃあマイクとノートパソコン、マイクとノートパソコンが欲しいですね。完全実況だ。うん、それがいいんじゃないですか。うん、欲しいなと思います。ちょっと一旦切ります。